子供になって、そして自分をさらけ出して、裸にして、で自分を発見して。それなんかもう発見した人とかどういうふうな感想が出てる？でも楽しいって言いますよ。面白いって。終わったらみんな生き生きしてますよ。そうだったら。なんかもう付き物がパッと取れたり。楽しいっつって。でいろんな人が来ますけど、もうやっぱりまず楽しくないと。まず自分が楽しまないと。だからいかに自分で自分を楽しむことを、学ぶかですよ。そういったワークショップです。すると人も見てる人も楽しむ。ジュンさん の, あのウェブサイト見たらちょっとアメリカ人の方も映ってましたよ ね, ねは彼らもたまに来てくれたりするんですか？そうです、まあ、アメリカ人の友達とかも参加したりとか。ああそうなんですか、あじゃあまたそういったあの日本人ばっかりじゃなくてアメリカ人の人とも交流ができるわけですね。もちろんニューヨークですよ。世界中の人と、そしたらまた世界中の人と交流できますよ。なるほど。あので衣装とかもつけたりするんですか？いや衣装は、ま、あのつけたりっていうよりも、はい、その時のあのエクササイズによってマスクをつけたりとか、はい、あとはあの鼻をつけたりとか、はい、そういうこともしますよ。はい、あるんですよ、おもちゃの花とか、こんな花とか、そういうのつけたりとか、あとこんなマスクつけたりとか、あとは自分で例えばもう少しレベルアップしていって、そういった何かのシーンなんかを、場面なんかをやるときは自分でその一人一人いろんな好きな衣装を持ってきてやることもできます。大体何回ぐらいのセッションを受けたら基本ができるんですか？いやー僕なんかもう何時になってるけどなかなか基本できないですね。じゃあやっぱり続け続けもうそうですね、僕だ続ける続けることですね。だって終わりないですから、答えないですから演劇って。あ答えないんですか？いい悪いっていうのないですから。じゃあもうあの本当に役者でもアルパチーノさんとかそういう大御所がいるじゃないですか、ええ、彼らにもやっぱり終わりはないですか？でしょうね。実際にやってみたことないですけど、うん、映画をやってる人でも舞台をやりにわざわざ来るじゃないですか。それってやっぱり原点に戻るためじゃないですか。あそうなんですか。やっぱ映画と違うじゃないですか、うん、で演劇をやるっていうことでその自分をまた他の角度から見つめ直して、うん、自分をまた新しく発見するとかあるんじゃないですか。じゃあこのジュンさんのワークショップを受けた後に本当に実際にオーディションとか受けたりとかもできるんですか？もちろん。あそうなの。あの本当にじゃあもしかしたらアメリカの映画に出れたりする？それもそれも本人次第ですよ。本人のもうそれも個人次第ですよ。才能とか天性とかいろいろありますもんね。もう才能と天性もあるけど、うん、まあその才能と天性をまず発見することですよ。ジュンさんはもう今あのヨーロッパでもいろんな世界で活躍されてるんですけど。いえいえ、ええ、世界で活躍っていうのもまだまだ勉強でね。いえ、まだ勉強で何もねまだこれからですけど、まあ役者好きですね。あ好きっていうのはやっぱり基本ですよね。役者やっぱり面白いですね。役者をやるには好きじゃないとできない。いろいろやってきたけどこんな面白い商売ないなと。役者はやっぱり。じゃあこれからあのジュンさんがどういうふうに、まあ、未来を考えていらっしゃるかとかそういったことを語ってきていただきたい。未来があとどのぐらいあるのかな。未来100歳まで生きたらまだまだ半分いってないです。いや多分っていうか、まあ、役者はずっと続けるでしょうね。でも最近ここ演出とかずっとやってるんですよ、はい、でやっぱり演出も好きだし、ここ何年か演出を徐々にやってきて、この作品を作るっていうのもすごく興味が持ってて、だからそういった意味でいろんな、作品を探して、はい、いろんな日本の作品なりアメリカの作品なりを演出もしていきたいですね。じゃあそのジュンさんの作る作品に出演できる可能性があるってことですね。ワークショップもし才能がある人がいれば。まあそれはオーディションで選ばれるんでしょう。毎回オーディションですね。あそうですね。じゃあぜひ皆さんもチャレンジしてください。去年ぐらいから、はい、日本の長谷川慎っていう作家が書いた、はい、任侠者またたび者っていうの中で、はい、靴掛時次郎っていう戯曲があるんですよ、はい、まあ、日本で
は昔はその大衆演劇でずっと今でもたまにやられるんですけど、それを戯曲を見て、それを去年初めてあのリーディングをやってかなり反響が良くて、今年それをもっとデベロップして、7月31日に新しく英語版ができるので、今訳してもらってるの で、 そ, うですか、その英語版と日本語を混ぜたリーディングがあります、はい、へー、 CRS ってところで。ああ、そうですか。でそのリーディングをやった後、今年の12月ぐらいに、はい、まだ場所は決まってないんですけど、小さなオフオフぐらいの小屋で1週間ぐらい公演をやる予定なんですよ。ああ、楽しみですね。もうね、これはね、日本の義理と人情の世界、それとその中世の世界、もうね、こんな楽しい芝居はないっていうか、お話、単純だけど奥が深い。で、それを義理人情っていうのは本当日本ならではのものですもんね。で、それをただ大衆演劇をやるんじゃなくて、はい、それを僕は J-POP シアターとして、 J-POP? J-POP シアターJ-POP シアター、だから J-POP、 ジャパニーズポピュラーシアターですよ、はい、J-POP シアター J-POP の音楽をかけると、違う、 J-POP で今風に変えるんですあ、それを大衆演劇をそのままやるんじゃなくて、それを今風に変えて、アニメとか、はい、西部劇とか、スパニッシュフラメンコ音楽なんかを織り込んで、はい、今風な今、そしてリインカーネーションも入れて、輪廻転生もそれに話を織り込んで、話を膨らましてやる予定なんですよ。素晴らしいスタッフと役者が揃うと思うので、揃いそうですね。ぜひそれも、またじゃあ楽しみですね。そう、あとはお金集めだけですスポンサー募集して、スポンサー募集してます。そう、いや、じゃあ今日はどうも本当にありがとうございました。どうもです。